ここの穴直すよ、ここ全部、それで綺麗に直っていく。あ、そう、通さなきゃね。ちゃんと取ってよ。取ってる。魔法のようやき、もうこれ取ったらもう二度と教えねえの、うん、みんなこれ見ーって言うたらもう一時教えるのめんどくさいやろ。え、何今どうしたの。魔法みたいに早いけ。あのね、お客さん、ジグザグに乗っていく。あ、すいません、はい。明日、タコ 1.5 キロぐらい。タコ 1.5。 タコは何年中まで。31まで。31まで。1? はい。タコで、正月は5日ぐらいから。一番は多分、はい、5日か6日か、はい。お願いします。ありがとうございました。ジグザグにする。うん、ジグザグ。網の目がなくてもね、なかったも縫える。適当に縫えるんやね。適当やないってや。適当じゃないよ、あの出来上がり見たらびっくりするよ。おうおうおう、なんか網っぽくなってきた。だって本職やもん。すごいな、法則がわからん。ん？法則がわからん。うん、これね、法則全部同じ、あの縫い方なんよ。うん、縫い方はなんとなくわかるけど、通した後のそこの、あ、一回通して、え、全部同じなんよ。周りからするわけ、穴の開いた。うん、周りから。あのちょっとあの外側を全部あの縫っていく。やけん目がなくてもね、外側からジグザグに行けんね。うん。目ができる。うん？うん、目はできる。やって、もうちょっと、うん、ね、それっぽくなってきたやろ。なってきた。どんなでっかい穴でも治るんや。治る。いや、これ家帰ってやろう。うん、なんかやるとなんか面白そうだな。まあね、ついてやってくれよ。ついてやってくれよ。あ、じゃあここは縫ったよ。これそれすぐやけ。そうな、うん、あ、この縫い方違うよ、こっちと。うん、違う。網の縫い方とかやってないよね、あんまり。どっから。あ、本にあるよ。本にある。うん、あ、そうなん。うん、でも見ても確かわからんと思う。
あ、香織さんごめん、あの買い取ってや、はい、黒板にさっきみゆきさんに言った注文の、ね、タコ 1.5、はい、うん、もうすぐ。はい、です。はい、はい。あ、タラ。何捕まえた？いや、違うよ。あ、直し方。直し方。うん。本場の人にちょっと教えてもらう。で、聞いてもわからんけん、取っとかえみたいな。聞いてもわからん。ほら。お、すごい。直った。直ったよ。はい、できました。